サミュエル・デクスターの肖像が、サミュエル・デクスターは、アメリカ合衆国の政治家。早々期のアメリカ合衆国において、会議員、上院議員、及び閣僚を経験した数少ない人物の一人で、ある。1761年、デクスターは、マサチューセッツ植民地のボストンで生まれた。デクスターは、コネチカット植民地ポンフレットの、アーロン・パットナム牧師の下で学び、 1781年にハーバード大学を卒業した。その後デクスターはマサチューセッツ州ウースターにおいて後にアメリカ合衆国司法長官となったレビリン・カームの元で法学を学んだ。そしてデクスターは1784年に司法試験を通過しマサチューセッツ州ルーネンバーグで弁護士業を開業した。デクスターは弁護士事務所を何度か移転した後、 1788年にマサチューセッツ州チャールズタウンに腰を据えた。また同年、デクスターはキャサリン・ゴードンと結婚し、さらにマサチューセッツ州会議員選挙に当選した。デクスターはマサチューセッツ州の会議員を1790年まで務めた後、1792年に連邦党から第3回、アメリカ合衆国会議員選挙に出馬、当選を果たした。 また1798年には連邦議会の上院議員にも選出され、1799年12月のジョージ・ワシントン初代アメリカ合衆国大統領の追悼式典では、長寿の執筆を任された。1800年5月、デクスターはジョン・アダムズ大統領からアメリカ合衆国陸軍長官に指名された。デクスターは陸軍長官として、 一般爆僚任務を行うため、左官級将校の指名及び左官級将校への労働対価の拠出を許可するよう連邦議会に要求した。1800年12月、オリバー・ウォルコットの財務長官辞任に伴い、アダムズ大統領は公認の財務長官にデクスターに指名した。アダムズ大統領の任期満了まで3ヶ月余りであったことから、デクスターの起用は、 臨時的なものであり、重要な政策を担うことはなかった。しかしながら、後に、アダムズ大統領は、デクスターの閣僚としての功績を次のように述べている。デクスターには、現役の長官として、陸軍省と財務省との間の複雑に入り組んだ構図に対する、細やかな配慮が求められたのだが、彼の気質や知的素質は、まさにふさわしいものであった。と アダムズ大統領は任期満了の直前、デクスターに中スペイン大使の職を提供した。しかしながらデクスターはこれを断り、アダムズの後任のトーマス・ジェファーソンが大統領に就任するまで財務省に残った。1805年、デクスターはボストンに戻り、弁護士業を再開した。その後、デクスターは米英戦争に対する共和党の考え方を支持し、連邦党を離党した。 デクスターは1814年と1815年に共和党員としてマサチューセッツ州知事の選挙に出馬したが、いずれも敗北した。デクスターは禁酒運動の熱烈な賛同者であり、マサチューセッツ州における初の公的組織を統括した。1816年、デクスターはニューヨーク州は先祖にあるデクスターの息子の自宅で死去した。デクスターの遺体は、 マサチューセッツ州ケンブリッジのマウントオーバーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。